ここを弓の外側に当てて割って、ここがで後ろ側から見るとこの点点点関節がちょうどきれいに並ぶように、これがこうならないようにしてください。これが整える。ここの手の中で打ち起こして、手の中で弓が回るだけ。そうするとここにすっごいお肉がねじれてくるんです。そのまま向こうへポンってやって、ここはちょっと天井が低いからできないんです。向こうへポンってやっていただければ曲がります。